市の市長である伊賀市は2004年11月1日にが、上野市、綾山郡伊賀町、島ヶ原村、綾山町、大山田村、長郡青山城合併して発足した市である。合併に伴い、関係市長村長が失職することに伴う、市長職務執行者は、伊賀町長であった、パルイ生が就任した。合併に伴う、初代市長選挙は、 2004年11月21日に行われ、上野市長であった今岡佳野が当選。2008年では、青山町長であった内安博人氏が当選。2012年2016年では、元関西テレビアナウンサーの岡本久氏が当選している。当日有権者数72,504人最終、投票率。 52.83%2016 年11月13日、執行。自民党推薦、公明党支持の元伊賀市議会議員の市川武人、元三重県議会議員の森野正春らに候補を破り、再選した。当日有権者数76,176人、最終投票率 57.78%2012 年11月11日、執行。 岡本久氏が現職市長の内安弘人氏の支援を受けた元市職員の赤沢幸弘を破り初当選を果たした。当日有権者数77,215人,人最終投票率55.94%当日有権者数1最終投票率56.23%当日有権者数1最終投票率 ありがとうございます。